それでは今週の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます今週はファーティリティセリティの12月号でございますそれでは最初の論文からお願いいたします 提供卵子を用いて形成された家族において、児の心理的適応、親の精神衛生、母子関係の質などに関する長期的な影響に関し、文献を収集し、レビューしました。家族形成に関する開示の状態別に結果を調べました。比較的少数のレビューではありましたが、小児期、思春期、早期において、児と親は良好に機能していました。 母子関係において他の家族と比較しわずかな差異がある可能性も示唆されましたがその際は正常範囲のレベルにとどまっていました提供卵子が用いられるようになりましたのはです、ね、その昔は卵子の保存というのは難しかったんですねそれがあの生存率も70%を超えるぐらいになって、えー、受精率も高いですね えー、それ着床率も高いですね着床率も25%ぐらいあるんですかで2個移植なんかしますと50%ぐらいの妊娠率もあるというようなことがあって提供卵子を用いた治療がだんだんあ関心が持たれるようになりましたで今商業ベースの卵子バンクもできまして、えー、その普及を促しているんですねでその提供卵子を用いて 家族形成した場合、その親子関係とかです、ね、その家庭内のいろんな人間関係、問題はないかということなんですが、新規ぐらいまでは、ねえー、大丈夫だというような報告なんですだけど、長期的なまだ報告が出ておりませんので、その後の報告がどうなるかというのに関心が持たれています。 アメリカにおいて、卵子提供は秘密に、また匿名で実施されていましたが、今日では開示も容認されるようになりました。卵子提供は成功率の高い治療法で、ドナーやレシピエント、また、児に対する医学的合併症もほとんど認められません。現在では、秘密性に関わる過程は保持できず、相互に接触するということが興味を持たれています。 IVF クリニックは卵子提供において精子提供よりも大きな責任と強い影響力を有しています IVF 後に直面する問題に適切に対応しなければ家族は孤立感を深め将来に不安を感じる可能性もあります単に健やかな妊娠だけではなく長期的なポジティブな家族の機能という面について考えてみる必要があります精子提供っていうのは ああ以前から行われて長い歴史がありまして、まあ比較的問題は少ないと言われているんですが、卵子提供っていうのはまず歴史が浅いもんですから、その長期的な用語が分かっていないんですね。まあ短期的な春期まではある程度いろんな報告があるんですが、それ以降のはない。従いまして卵子提供で家族を形成した人には。 問題は起きないようにその後のケアをどうするかというのが問題だやはり産婦人科医がその後の支援を担うんじゃなくて、それ以外のです、ね、精神科だとか、いろんなヘルスワーカーとか、いろんな人たちがどう支援していくかが問題だということでございます。 卵子提供と卵子のビトリフィケーションの成功が商業的卵子バンクの急速な発展を促しました配偶牛や肺の提供の際にガイドラインに従って30日以内と6ヶ月後に感染症を含むスクリーニングが求められました 当初の誘拐卵子の生存率は76%、受精率4 74%、着床率27%、臨床的妊娠率50%という結果が報告されました。今後、精子バンクや卵子バンクだけでなく、ハバンクなど、新たな領域の発展も予測されますが、適切な法整備やガイドラインが必要となります。 精子バンク比較的簡単で、精子というのは凍結がものすごい優しいんですね、精子というのは細胞質がほとんどないんですね、だから核タンパクと DNA しかない、そういうものはあの凍結に強いわけですね、だから卵子というのは細胞質が大きいものですから、その凍結が非常に難しかった、しかしビトリフィケーションが行われるようになりまして、これも解決したんですね。 えー、もちろん廃凍結は1983年の成功以来ですから長い歴史もありますだからそういうような静止バンク乱視バンクハイバンクそういうものがこれから発展することになるんだろうというふうに思いますで法整備と言われましてもでもアメリカなんかは実際の社会の動きの方がは法整備より早いんですねですからこれは止められないだろうと思います 手術を第一選択とすべきとして進めるのが妥当とする3名の専門家と IVF を第一選択とすべきという各3名の専門家がディベートを戦わせましたプロサージェリー側の意見としては IVF を受ける患者の中には未診断の子宮内膜症が多数存在すると考えています IVF の結果は実際に未だ診断されていない子宮内膜症の存在の影響を受ける子宮内膜症の外科的処置により結果を改善し IVF を試みなくても妊娠に至ることもあるまず診断を明確にし IVF 前に妊娠のチャンスを向上させることは IVF の成功率を高めることにもなるなどの意見が述べられました 一方、プロ IVF 側の意見として、チョコレート農法を有する不妊女性において、手術と IVF の比較が無作為化試験で行われていない。手術に伴って出血、臓器損傷、感染、麻酔に伴う合併症などのリスクもある。卵巣予備能の低下が認められた場合、手術でさらなるネガティブな影響を受け、卵胞の喪失ももたらしかねない。 不妊を伴うチョコレート農法に対する手術に伴うリスクとして卵巣予備脳に対する悪影響卵巣の反応性に対する悪影響などがある IVF 前のチョコレート農法の手術に関し科学的な議論はなされたことはないが ART によって良好な結果が得られているなどとの意見が述べられましたこの論文においては3名は、えー、子宮内膜症の患者特にチョコレート農法の患者に 手術を先行させるべきだという考え方後半はあですね3名は IVF を先行させるべきだという考え方なんですねそれぞれ、ね、最もなあだと思いますが患者さんにとってはできれば手術を避けたいという気持ちがあると思いますで IVF もチョコレートァ法なんかあっても結構いい成績なんですねで昔はルーチンにチョコレート農法あって昔は3センチ最近は5センチ いいないだったら手術をしないで IBF に行きましょうとその方が早く妊娠できていいという考えもあるんですですけどこの手術を進める人はです、ね、その子宮内膜症は進行性の病気であって治療が遅れたり発見が遅れるとそれだけで病気を悪くしてしまうだから手術で元を立った方がいいというような考えの人が多いんだろうと思いますですね。 2つの考えがあるそれぞれの手術の得て増えて、まあ、そのスキルなんかによってですね手術を選択するか IBF を選択するかが決められるのではないかというふうに思います。 C5ACP ゲルを子宮腔内に投与したところ子宮腔内の癒着の頻度に統計的差異が認められましたが生殖能に関しては2軍間で差異は認められませんでした生殖能に関わる結果を評価するためには統計的パワーが低かったことまた癒着剥離が施行されたことなどのため確実な結論を得ることはできませんでした ACP ゲルが妊用性や生殖に関わる臨床結果に及ぼす影響を評価するためにはさらに研究が必要となります、うん、この ACP ジェルっていうのはですねあのヒアロロン酸の重合したものですよねそれで、えー、クロスリンクとヒアロニックアシドジェルと言われるものそれを ACP ジェルと言われるんですがそれを D&C なんかでやって 子宮内膜が輸着してアッシャーマン症候群のようなものになったら困るとそれを防止するために、えー、そのジェルを D&C5 に入れると子宮内にそれによって内膜が少し、えー、こなあ間隔が広くなったりまたジェルがあるためにせ接着しづらくなったりということで輸、えー、着が抑えられて、えー、その後妊娠する人が増えるんじゃないかということで今回の研究を行われた。 しかし実際には、統計的有者はありませんでした。ですから、あこれが有者があるためには、もっとたくさんの患者さんで、比較試験やってみなくちゃいけないということになります。ASRM の診療委員会が、非閉塞性、無精子状の管理に関し、検討した結果を発表しました。 非閉塞性無精子症の患者において遺伝的な異常を検知することは精子回収の予後にも影響を与え遺伝カウンセリングを促すことにもなります。低ゴナドトロピン性精腺機能低下症と相関する非閉塞性無精子症の男性においてホルモン療法は効果的な第一選択の治療法となります。 非閉塞性無精子症の患者において、精子の回収率はマイクロ手セを用いた場合、高い値が得られています。凍結誘拐精巣精子は、新生精子と同様な結果が得られますが、凍結保存後の精子の回収率は100%ではありません。 非閉塞性無精子症の男性の総合的な管理としてテストステロン欠乏のような健康が関わる状態の診断と治療が含まれますこの非閉塞性無精子症といいますとですね一般にはあのまあいろんな背景のものがあるんですがその5%から10%にですねわいせ体の微小形質が関わっていると言われていますこの微小系質は アズオスパーーミッククファクタ AZF の AZFA 領域 B 領域 C 領域が関わっており A と B の血質があった場合はいずれも精子は回収されないんですね。で AZFC の領域はここには脱水電子が含まれていますがそこの血質はですね精子を回収することもできるんです。でえー、従って えー、その精子回収を試みる前にこのお Y 染色体の微小結質の有無を調べるのはあ有力な方法ではないかと考えられていますでその他に、えー、ゴナントロピンが低く生鮮機能低下症という症例も中にはあるんですがそれは当然ゴナントロピン療法になりますそれから男性が低、えー、テストスロンのような状態にある場合にはこのホルモン療法が適用となります したがって、そういうような状態の場合には、えー、この男性を対象にした生殖医療の専門家に紹介しなくてはならないということになりますね。我々婦人会は、あその手製、あるいはあマイクロ手製で精子が採取できるかどうかということを予測して、それに、えー、沿って、えー、患者さんに最適の医療を提供するということになるというふうに思われます。 今まで得られている根拠によると、予後が良好と考えられる患者において、肺盤法移植が支持されています。予後が良好な患者において、多体妊娠の高いリスクを最小限に抑えるために、単一肺盤法移植がルーチンに試みられるべきです。移植肺が得られない状況を回避するために、肺盤法に至る肺の選択に関し、さらなる研究が必要となります。 この廃盤法移植というのはもう普及してもうスタンダードの方法になりましたしかしそのどのような患者さんを廃盤法まで培養するかということに関して一、えー、つはデイスリーで両好胚が3個以上なんていうのは、えー、そう基準が大体決められてるんですがしかしもっと確かな、えー、この廃盤法まで発育するということを予測できればもっといい 結果が得られるのではないいかという,ふうに思われますで着床率は非常にいいものですから40%とかって報告されていますので単一配移植でも5割近い妊娠率が得られるということですねこれからもますます単一配盤法移植がこのどこの施設でも行われるようになるのではないかと思われます。 スマートフォンを利用した YO ホームスパームテストと自動精液分析装置である SQA ビジョンを用いて運動静止濃度を測定しました YO デバイスを用いたところ自動分析装置である SQA ビジョンと比較し高い正確度と精度が得られることが確認されました また、運動静止濃度600万未満の異常低値を示す検体も検知することができ、低濃度及び中等度から正常な運動静止濃度を示す症例をスクリーニングする上で有効で、家庭で実施できる静止検査法となることが示唆されました。 イデバイスによりいろいろなレベルの運動静止濃度の検体を検査することができ患者の満足度とエンパワーメントを高めることができると思われます。はい、携帯電話にちょっと小さなデバイスをつけまして、えー、そ,そこの写真を撮るんでしょうね、えー、そうしますと静止濃度とか静止運動率を調べることができるとそれがいわゆるコンピューターによる傘ですね の結果と非常に一致してるんですしかも600万うーんパーエメール未満のです、ね、精子濃度の薄い精子でも600万以上の精子でも非常によく測定できるそしてばらつきも少ないということなんです。これは iPhone でもありますし iPhone でないですねそういうふうな携帯でもあで できますので、えー、ど,どのような方法を用いてもいい成績だということですねまあこれ家庭で測ってどういう意味があるかというと、まあ、本人は安心しますしなんかこれで大丈夫だっていう自信を持つとかそういうような意味合いがあるんじゃないかというふうに思われます。 事故の卵子を用いた新鮮 ART 周期において、ドナーの精子を用いたとしても、<laughs> 流産率、相産率、低、出生、体重時、出産率は、パートナーの精子を用いた群と比較し、優位な上昇は認められませんでした。このような情報は、ドナーの精子を用いて ART を受ける患者に安心感を与えるためのカウンセリングに活用することができます。うん まあ、不妊のカップルにおいてやっぱり夫の精子でないドナーの精子を使うってことは一つの一大決心なんでしょうね。でそういうことの決心に対してドナーの精子でもちゃんと元気な子どもが生まれますよってことはその決断の一つの因子になるんだろうというふうに思われます。で今回も流産率相産率低出生体重出産率皆ドナーの精子も夫の精子を,を用いた ART において同じだったということですね、これはカウンセリングにとって有益な情報だというふうに思います。 ビトリフィケーション・ウォーミング良好廃盤法のウォーミング後の培養期間がどのような影響を与えるか調査したところ着床率には有意な変化は認められませんでしたいずれのウォーミングの戦略も予後が良好と考えられる患者に採用することができ悪影響をもたらすことなくラボの仕事の流れを適正化することができますはいあの、うん ウォーミングし、ビトル基準ウォーミングしました廃盤法ですね。その、同日、すぐウォーミングして1時間ぐらいして移植する場合と、えー、十数時間、翌日まで待って移植する場合で成績を比較したんですね。両方とも同じだということです。だから、ラボが忙しい場合は、翌日に移植しましょうとか、そういうことになりますね。で、やっぱり、この余裕があるということを、このデータで確認しておくってことは、 ラブの仕事を相当効率的に行うことができる要因になるのではないかと思います。 卵巣予備脳が低下した高年齢の患者において、IVF を行う際に GH の併用療法を試みたところ、大卵胞における FSHR、BMPR1B、LHR のダウンレギュレーションの回復を図ることができ、それにより、大体化へ至る成熟の過程の改善を促すことができると思われます。 GH の併用療法を受けた患者の妊養性も改善されることが明らかとなりました GH を用いて低卵巣反応の患者に良、えー、い,い卵を採取するということが以前にも起こられてるんです、えー、10年以上も前にも起こられてるんですがなかなかいい結果が出なかったで必ずしも一致した結果が得られてないんですね、えー、ですからこの 一般的には GH を投与しても費用対効果の面で問題だし有用性もないんじゃないかなというのが一般的な認識でした。今回このもっと詳しくですね卵胞のカーマ膜に発現している FSH リセプター LH リセプターそれから細胞の発育に重要な BMP リセプター 1B なんかの発現がですね えー、その抑制されているそれを解除して、えー、そのリセプターの密度が上昇するということが分かったんですねそういうことによってこの卵の質卵胞の発育などを促すことができるのではないかとする論文でございます。 新生肺移植周期と凍結誘拐肺移植周期において単一肺盤胞移植を心に成立した妊娠の早期において母体の体重の上昇は βHCG とプロゲステロン濃度の低下と有意な相関を示すという結果でした臨床科は予後や診断の目的でこれらのホルモンレベルを使用する場合にはこのような現象を考慮しておく必要があります、うん βHCG、まあ、が女性の体重によってです、ねえー、肥満度が高ければ下がるというんですがそれほど臨床的に大きな問題ではないですね、配色して10日目と13日目の HCG 調べてるんですがちょっと低いということですね、何かその特別な目的で正確に調べる場合には体重の影響もあるということを考えておく必要があると思います。 一部の文献において、非等深部結節性子宮内膜症において上皮細胞の関容転換の重要性が指摘されていますが、今回、深部結節性子宮内膜症の性組織の浸順は集団細胞移動が関わっていることが示唆されました。深部結節性子宮内膜症病変の神経支配は、周囲の器官からの神経の侵入を反映したものと考えられます。 子宮内膜症はなぜですねダガルスカに侵入して S 字結腸とか直腸にどんどん侵入していくのかということが関心が持たれているんですがそれはですねあの子宮内膜症の侵入する部位にです、ね、接着因子とかそういうようないろんな物質が濃度が高まっていると。そそしてそれらがですね 集団細胞移動という特殊な現象でこの中に組織に入り込んでいくということがあ血節性の深部浸潤性子宮内膜症のおメカニズムじゃないだろうかとする論文でございますそして神経細胞もそこに入り込んできましてその周囲の組織から神経細胞があどんどん入り込んでいくというのも認められたということですね心部心順性子宮内膜腫はなぜ そういうふういふにどんどん進捗していくのかということに関する一つのメカニズムを説明することになると思います。 現在、あるいは以前に喫煙者であった女性、1日1 0ム以上のアルコール摂取、子宮内でジェチル・スティルベストールの被曝、16歳未満からの早期の経口避妊薬の使用、および不妊の起用歴、IUD の使用、および卵管結圧は、子宮外妊娠のリスクの上昇をもたらすという結果が得られました。 まあ、宮外妊娠がなぜ起こるのかということ卵管、まあ、性不妊なんかの場合はその一番の誘因ですが卵管性不妊に類似したような状態を引き起こすものとしてえ喫煙アルコール摂取それから母体内における DH のスティルベスロールの被曝これはあの子宮皮膚とかを起こすわけですよねそういうことも背景にあるんだろうと思います。 それから若い時からの経口避妊薬の使用ということはリスクのある成功を試みている女性ですねそうしますとこれは何か PID の誘因になっているのかなというふうな気もしますそして不妊症のリスク起用歴のある人ですね卵管血圧などが挙げられるこれはただ統計的に有意な相関があったということで,ですねこれらは子宮外妊娠のごく一部を説明する因子 メディアプラットフォームは患者の知識満足度医療に関わる意思決定に対し自立性を向上させインフォームドコンセントに応える際の患者の支援に有効であったという結果が得られましたメディアプラットフォームはケア提供者によって好まれまた容易に実施できる方法であるという調査結果も得られました インターネットを通じましてですね専門家がですねその IVF を受ける患者さんまたは IUI を受ける患者さんに対して「あなたはこうですよ」っていうのはいろんな情報を流すんですねそれでその Q&A 方式でどん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 その情報を流すとですね確かな出典が確かな情報が得られて患者さんもその治療に非常に有益だったという反応で。 また、医者の側からしてもあこれはいい方法だということがあたという高い評価は得られたんですね。でこれはメディアを通じてやはりいい情報を提供するシステムが必要だということを示唆しています。メタアナリシスで調べたところがんの診断は調節卵巣刺激に対する卵巣の反応性の低下とは相関しないという結果が得られました。 男性ですとね、がんが体にあると性性液、えー、性液の質が悪くなるという方告もあるんですねで。女性の場合、例えば、がんがどこかにあるといった場合、えー、例えば乳がんがあってと、そういう時に卵巣、えー、刺激をしていると、反応性が低下するのかと、と寄付されるんですが、そういうことはないです、ねえー、特に乳がんなんかはか全く影響を与えないということです。 えー、その辺スラッシュニトロゲンを用いてビトリフィケーションを試みたところ卵胞の質遺伝子の発現生存の増殖能は液体窒素を用いてビトリフィケーションを行った群よりも良好な結果が得られました、はい、このビトリフィケーションっていうのはあの高濃度の峠と峠剤を使うわけですね。この 普通の看板凍結より高い濃度をつかむ、えー、使うものですからこの細胞毒性なんかを起こされてたら困るので短期間にもう瞬間的に、えー、この、えー、ビトリフィケーションしないといけないんですそうしますとですね、えー、その時に、えー、液体窒素を持ちる場合もあるしこの,氷のスラッシュナイトロジェント一種の氷のかき氷みたいなようなもんでしょうね そういうのを用いると、急速冷却が可能で、えー、いい結果が得られたということですね、えーまあ、エンブリオリジストの方が、もしこういうのを試してみたいとすれば、この論文を読んで、何か考えられたらいいと思います。 長期にわたる集団ベースのコホート研究において PCOS を有する若い女性では高血圧やメタボリック症候群の発生するリスクはコントロール群の女性よりも優位に高い値を示しましたが生殖年齢後期においてこのリスクの上昇レベルが低下しました PCOS を有する女性ですねまあ30前後から4 0四十代前半におきましてですね 高血圧を見る女性が少し多いんですねそれからメタブリック症候群になるリスクも少し多いんですしかし閉経に向かってまた閉経後においてはこの差はなくなるということなんですねで他のいろんなリスクも少し高くなる例えば脂質異常症とかも高くなるんですけど統計的に優位なのは高血圧とメタブリック症候群だけですねで,ですから PCO の人はそういう高血圧にならないように メタボリック症候群にならないように少し、えー、運動したり、えー、体重のコントロールしたりすることも必要かと思います。妊娠早期に IUD が残留した妊娠例において IUD の抜去に成功し、その操作はビデオに収録しました。この操作に伴う合併症の発現率は低く、九十パーセント超の患者には妊娠が継続できると思われます。 妊娠中に iud を認めた患者には iud の抜去が勧められますが。そのためには、最新のヘステロスコピーの取り扱いの経験を有する。医師に紹介する必要があります。あの iud が、そうじくしたままに妊娠するっていう人はいますね。そういうのを経験されている先生も多いと思いますけど。それを妊娠中に抜去するっていう例は百十少ないです。この論文では四例にそれをやって、みんな成功したんですね。 ですから、IUD の,の場所にもよるでしょうけれども場合によっては IUD を抜き去して患者さんも医者も安心して妊娠をの経過を見ることができる、えー、ということでそのためにはヒストロスコピーの操作に慣れた医師に紹介してこの IUD の抜き去をしていただく必要があると思います。えー、これで、えー、このファーティティアンドロスリ,リティのお12月号全部終わりました。 また来週、お目にかかりますが、何かこの今回ご紹介した論文の中で、何か質問だとか、何か関連する資料が欲しいなんていう場合には、どうぞ私でも国際医療技術研究所にアクセスしてください。何か役に立つ資料を提供することができるのではないかと思います。本日はどううもありがとうございました。